こんにちは。今日は田無駅にやってまいりました。週末トレインどこへ行くアニメのポスターもありますね。大好きです。田無駅の前が結構開けていてびっくりしました。舐めてた。こういう手書きの看板もね、懐かしいですね。まだ存在してたんですね。大学時代超お世話になった餃子の満州です。こういうエモい建物を見ながら神社の方向に進んでいきます。これが有名な青梅街道。何やら大きな木が見えてきました。マンホールにもなってますね。有名なんでしょうか、欅。ちょっとした小道をね、進んでいきます。こういう小道いいですよね。あったら入りたくなる。そして現れたのが総持寺ですね。田無さん総持寺。ここはこじんまりとしたお寺なんですけれども、先ほどのね、大きな欅があります。わあ、すごいね。見切れてるぞ。この太陽と葉っぱの揺らいでる影いいですよね。さて、また横にある道を進んで、今度は田無神社に向かいます。今年は辰年ということで、田無神社では五龍神、金龍、黒龍、白龍、赤龍、青龍の五龍神を祀っているということで、平日だったんですけど、かなり賑わってましたね。この丸い輪を3回ぐらいくぐるんですけど、そのくぐり方があるみたいで、皆さん説明を見ながらくぐってました。土俵もありましたね。イベントとかやるのかな、ここで。子供相撲みたいな。ちょうど紫陽花の時期でいいですね。いい感じのレトロなレストランもありましたね、近く。このバスもね、ちょっといいですよね。上野を思い出します。小金井公園に向かってます。道が狭いの本当に。途中でね、個人宅なんですけれども、西東京ガーデンというレストランみたいなところを見つけたので入ってみることにしました。お腹がもうすきまくってたんでね。安すぎでは
いいのかな言って。扇風機で揺れるカレンダーがエモかったです。先に食べちゃったんですけど、卵かけご飯とぶっかけうどんいただきます。ソフトクリームもね。で、道の途中にね、ありえない量の量がありえない数の鳥がいる場所がありまして、取らざるを得なかった。綺麗ですね。はい、指を食べる鳥です。小金井公園歩いて江戸東京建物園に来たんですけども、ここは、撮影が禁止ということで、今日はここまででございます。ありがとうございます。